桐流大学附属中学校、桐流第一高等学校。桐流大学附属中学校、桐流第一高等学校、桐流大学附属中学校、桐流第一高等学校は、群馬県桐流市小曽根町にある市立中学校、高等学校、併設型中高一貫校。通称は、桐一、市、気市、市内では、市高中学からでは、桐流ライフ。 系列校に、同校に隣接している、気流短期大学附属幼稚園及び、緑市笠掛町浅見にある、気流大学がある。気流大学附属中学校は、2011年4月に開校した中学校である。1学年の定員を30人とする、少人数教育を行っている。 平成29年度より特別進学コース、進学スポーツコースの2コース制を採用する。両コースともに、西木流キャンパスと新規に命名した独立した学者で、高校特別進学コースとの生徒たちと共に、学校生活を過ごしている。中学特別進学コースの生徒は、高校特別進学コースに内部進学をする。高校特別進学コースの国公立。 大学合格率は約60%である。中学進学スポーツコースの生徒は、初年度男子サッカー部を募集し、中大連に所属しながら、クラブチームとの練習試合も予定しており、高窓宮杯にも出場するという。強化クラブが集結する、高校進学スポーツコースへの内部進学が原則で、あるが、本人の適性も考えて、進路選択の幅を広げて、 将来の進路指導をするという。生徒の多くが、桐生市内からだけでなく、県内の前橋市、伊勢崎市、大田市、立林市、緑市、栃木県足利市、佐野市、埼玉県羽生市などの他市から通学している。桐生第一高等学校の生徒数は、約1380人。中学校における基本的な事柄を重視しながら、心の教育や、 生徒一人一人を大切にする教育を実現することを謳っており、21世紀型の先進教育を目指している。対話力、考える力、国際対応力の3つの力を育成するために、新しい教育活動を積極的に導入している。平成28年度より、クエストエデュケーションプログラム、教育と探求者、エンパワーメントプログラム、 中期留学プログラムを採用した。クエストエデュケーションにおいては、初年度導入にして、全国大会出場を果たしている。桐生大学附属中学校では、21世紀型先進、教育を目指していることから、教育理念である、事業公格、自ら知り、自ら考え、自ら行い、自ら確かめるを、あらゆる教育活動において実践するようが明けている。 そのため体験型の学習を多く取り入れている。日本の伝統文化を理解して世界に発信するために本物を体験する農事業、総事業がある。留学生を本校に招いて英語で議論するエンパワーアメントプログラムも導入している。このプログラムでは留学生が生徒たちの家庭にホームステイをする。中学3年生の3学期にはニュージーランドへの3ヶ月留学ができる。 中高一貫校ならではの国際交流プログラムである。通常授業においては、英語、数学、国語の三教科の基礎、基本を身につけるかの朝学習から始まり7時間の授業が行われている。放課後と土曜には、様々な講座制授業も行われている。さらに、英語の日本語でアウトプットすることを実践している。学級日誌は、英語と日本語で感想を書くという、 中学、桐流大学附属中学校高校、桐流第一高等学校、三学規制を採用している。その起源は、1901年に桐流裁縫専門女学館に遡る。1946年に、桐ヶ丘学園と名称を変更し、1989年に、現在の名称である桐流第一高等学校となる。流は、古くから、 高校野球の盛んな土地であり1989年に設立された同校野球部は福田春夫監督の指導の下で1999年の第81回全国高等学校野球選手権大会では小打樹を要して甲子園優勝を果てだた。ちなみに群馬県勢として念願の甲子園大会初優勝であった。チームカラーは進行には 珍しい古風な守りの野球である。140キロ、近いストレートとカーブを投げる投手を複数育成し、鍛え上げた、守備力で守り抜く。投手に関しては、中学時代の実績は全く考慮せず、高校入学以降の成長力を重視している。また、埼玉県の強豪浦和学院と、親密な関係にあり、多くの練習試合が組まれることも強さにつながっている。 甲子園での戦績にも優れ、上位進出が多いことから、群馬県内、特に、桐生市内の高校のモチベーションアップ、ひいては、レベルアップにも貢献している。平成以降、県の高校野球は同校を中心に回っているとも、言われ、多くの強豪校の選手、監督が、霧市に勝ちたいと公言し、群馬テレビの中継でも、霧市は、王者。 一校だけ違うレベルの野球をやっているなどと評されることも少なくなかった。また投手力育成に定評があり、正代付き、一条、安弘、小林正と、藤岡隆弘ら、プロアまでの一流選手、ドラフト一位指名選手を多く輩出している。しかし、2年ぶり9回目の夏甲子園出場だった2008年の第90回全国高等学校野球選手権。 記念大会の開幕前日に一年生部員が強制わいせつ容疑で逮捕されてしまう。ただし、関与していない他の部員は出場は認められたものの、初戦で金沢高校に一の6で敗退。その後、福田監督や野球部長らは不祥事発覚の責任を取り、辞任することとなる、後復帰。それ以降は、約6年間、春夏通じて、 甲子園出場からは遠ざかっていた。近年では2014年春の第86回選抜高等学校野球大会に7年ぶり4回目の出場を果たしベスト8進出。また2016年春の第88回選抜高等学校野球大会にも2年ぶり5回目の出場となった初戦敗退。中学校入学試験は1年度あたり3回実施され、 国語、算数2科目の筆記試験と、死亡者本人と、その保護者に対する面接試験で合否が判断される。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。